ちょっと名前がちょっと長いですね。今じゃあ見て、45歳、はい、お尻大臣、はい、シン・ゴジラが実際東京に現れたらまずどうしますか。はい、あれは強かったぞ。見ましたか。見ました。僕は見てないですけど存在は、はい、はい、あれはもうほんまにこれまでのゴジラとはもう比べ物ならぐらい強かった。いやもうね、うん、レーザー出してたからそう、どっから出してた。いや、口から。これまでは言っても火炎放射的な火やろ。そうですね。で、なんかこの辺をもう燃やすみたいな、うん、いや、今回もレーザーでできたレーザーはもうずっともうどうしようもないやん。レーザーはもうだってもう遠くまで行っちゃうから、うん、もう向こう10キロとか20キロとか普通にレーザービル切ってたから紀元山的な。そう、紀元山的な。紀元山の強烈なやつ。そう、はい、で、最後に、で終わった後、火がバーって出るみたいな、はいはいはい、だからもう、まあ無理やね。いや、ってな、シン・ゴジラが来たぞーって言います。そうです僕、とりあえず言います。今言う、今言うって言います、うん、言うんすか、まず。まず言う。まず言ってもな、まずどうするかよ。そう、まあ、確かにね、まずですもんね、うん、一番最初の人であり。あ、第一発見者。第一発見者であり。だってどうしようなんやろ。いや、だから地下、まあ、地下もなぁ。でもまあ、逃げますよね。逃げる。お前もシェルター持ってるやろ。持ってないよね。お前は本当にシン・ゴジラを舐めている。ほんで、シェルターでカバーできるほどのもんじゃないから。違うの。そう、核とか、そんなパワーじゃない。あれ、むちゃくちゃ強いから。むちゃくちゃですよ。シェルター持ってても絶対無理。ダメ。で、地下？まあでもね、地上にいるよりは地下かなと思いますけどね。地下ってでも…地下もやで。逃げます？どこに逃げます？みんなが地下来るで、その時も。で、もうギュウギュウなんで、うん、もうその時に、ギュウギュウなんでもう見送り取られんね、うん。その時に、シン・ゴジラがこっちに向かって歩いてきたらもう最悪やで。お前早く行けみたいな、もう走られへんから、走りたけども。満員電車みたいな状態から。逆に俺多分逃げへんな。ああ。いや、そんなやつも死んでるで。死んでる。シン・ゴジラではそんなやつも多分いたと思う。いや、みんなこっちいるから逆に俺はここにいるってやつも全部殺されてるから。もう無理やねん。シン・ゴジラが来ても。ほんまにお前見てほしいよ。もう追ってるよりは強いから。無理なの。もうね、これまでのとはわけが違う。でかさも違うし。でも、あ、まあでもリアルにもし逃げるんだったらもうすぐ車乗って。ご家族もいますもんね。渋滞起こってるで、うん、言ったけどそいついっぱいいるから、うん、だからまず車をやめた方がいいよ。何すんの。いや、バイクか。とにかくその渋滞も絶対起こるから何にせ。まあでもそうでしょうね、うん、みんなで車で逃げる。で、家族はもう、ま、守れない。捨ててください。シン・ゴジラ来たら全員で逃げるってさ、無理やわ。俺でまず家族してる。いや、それやったら俺死ぬわ先。いや、家族してる。で、家族それやったら俺先死ぬわ。先死ぬ。家族してる俺やったら。まあでもおるやろな俺は。もう諦めて。なるほど。もう変にどっか行こうとか、うん、もうよけりゃ助かるやろうってことで。なるほど。家におるな。うん、そっちかもしれない。どうせ死ぬんやったら。まあ確かにね。どうせ死ぬんやったら一番近く行って、うん、ムービー回して、うん、で、これ後々、うん、もう使えるやん。もし生き残ったら、まあ、生き残ったらね、うん、どうせ死ぬやったらもうそれそっちやるな。なるほど。映像を撮ってフジテレビとかに売るね、うん、すごい大事なことやからね、うん、あれありがたいもん、うん、あの映像撮る。確かにね、うん、多いですよね、そのニュースのやつ、うん、あの売る、うん、映像を撮って売る、うん、ムービーの映像を撮って売る。まあ生き残れたらね。逃げない。映像撮る。ありがとうございます。